1992年夏、北は北海道、南は沖縄まで日本全国のショップで開催された店頭大会を勝ち抜いた5000人の勇者たちが両国国技館に集結した。彼らの目的はただ一つ、ストリートファイター2チャンピオンシップ92 in 国技館のチャンピオンの座。日頃の腕前を試すには最高の場所である。戦いの時は刻々と迫り、一人一人の闘志が熱い風となって徐々に国技館を包み込んでいった。1992年夏、国技館がストリートファイター2の戦いの場となったのだ。そして再びあの暑い夏がやってくる。何度聞かれたでしょうか。これだけ一発な試合になっています。
どこまで強くなるのか。ストリートファイター2ターボ、スーパーファミコンで発売中。カプコン。どこまで強くなるのか。ストリートファイター2ターボ、スーパーファミコンで発売中。カプコン。